続いてはお知らせです。オトラジまたオンライン公開収録です。今回はですね、前回の BL から一点ですね。イラさん、戦争は女の顔をしていない。これを特集するオンライン公開収録ですが、はい、イラさん、一言。これはですね、実は僕が最近読んだ本の中で、いっちゃんの衝撃だったの。大絶賛ですよね。うん。で、まあ、もともとスタッズ・ターケルみたいな、街の人の、声を聞いてまとめたノンフィクションの本って好きなんだよね。で、それのロシアの最高傑作版なんです。ロシアの第二次大戦、100万人を超える女性が兵士として戦場に行くの。その人たちへのインタビュー聞き取り集です。すごいよ。これすごいですよね。その左右、いわゆる 文庫というか、もうそうですね、うん、漫画の方も出てて、ね、早々と出て、漫画もめちゃめちゃ売れてますよね。漫画がね、面白いのよ、うんうんうん、めちゃめちゃ調べてるから、当時のロシアの服装とか、うんうん、街の様子とかを、いやーすごい、日本の漫画ってすごいね、うんうんうん、と言いつつ、あのこの本も忘れてましたけど、はい、2015年のノーベル文学賞受賞作です。そうなんすよね。だからさ、ノーベル賞はっきり言ってさ、文学賞に関してはなんちゃって文ノーベル賞と思ってるんだけど、たまにこういうすごいことやってくれる。そうか、そうですね、いつもそういうふうに言われたりもしますもんね。僕が最近でさすがだなと思ったのは、ボブ・ディランとこのスベトラーナ・アレクシェービッチです。そうなんですね、一応、はい、ということで、はい、ぜひお楽しみに、はい、この本をみんなでね語らいたいと思います、はい、そして、はい、いつものように、公開収録終了後はオフレコトーク、クラブハウスさながら、はい、もっと面白いかな、はい、そんな、トークもありますので、ぜひ、下の URL から、19日ですね、7月19日の、公開収録参加してみてください。それでは後ほど。はい。